こんにちは、お前ら。今回は韓国で流行中のカップ麺、四川式麻辣担麺を食う。この四川式麻辣担麺に、フジテレビの噂のお客様で、ゆうちゃみとゆいちゃみ姉妹がドンキおすすめランキング1位で紹介してた、シュークリームを1個丸ごと入れて30秒混ぜ合わせることで、辛さがマイルドになるという裏技、試してみようと思います。行こうよみんなで夢の世界へ。これは蓋の上で温めてから入れよう。ドゥリシェス。シュークリームの絹のような生地はまるでどん兵衛のお揚げのような食感で、初めは期待に胸を膨らませました。しかしマーラーの辛さと織り交ぜられた甘さは口の中で交互に訪れ、まるで感情の波が高まるかのようでした。この味覚の旅は美しさと苦悩が交差する、まさに情熱の挑戦でした。今回もま